はいどうも、妖怪チプニプニ、今回もやっていきます。200ポイントゲット2日目。はい、3赤使ったね、無課金攻略。今回ねやっとちょっともう2日目になっちゃいましたが、ガシャ回していきましょう。3赤ね、そうだな、10連ずつでいいかな。一応今ちょっとラストチャンスみたいになってはいるんだけど、まあ、今回どうなんでしょうね。誰がいいのかな。 0.6% と 2.4%、 Z 以上が 3% か。まあ、なんか30連やれば誰か引っかかりそうな感じがしますね。 Z が 0.8、 SSS が 0.9、なん微妙に阿弥陀丸っていうのがいるんだな。うん、まあ必殺の秘伝書でもいいけどね。はい、じゃあ行きましょう。このガシャ土日だけだね。はい、今回誰がいいんだろうな。この朝倉さんとハオね、溜まった状態でスタートがいいからハオがいいのかな。攻撃力アップ、まあいいや、やっていきましょう。まあちょっとあんまり漢方を受け取りたくないんですけど、ちょっと漢方受け取っちゃいましょうか。友達は200人助けたかな。漢方2個ね、今回ミッションでもらえますね。で、でこっちもね、まだ受け取りたくないんだよ。あ、でももう受け取ったって言っちゃった。受け取ったからいいか。ゲートはね、まだ全然進んでなくて、20のパッチが2の、ハオが6ですね。漢方まだ交換しなくて、2個。で、7倒すとスキルで、9、あれ？ハオっていつでゲットできるんだ？ハオは35でクリア、あ、ゲットできるんだ。へー、あ、で、10なんで、今回10大変だね。で、一応、なんかね、一応ね、決戦の間でも落ちたね、漢方。今回。なんか最初の方だよね、最初の方デフォルトで漢方落ちるんだね。漢方1個、まあでも今回も落ちないんだろうな、漢方ほとんど。漢方2個目ね、こんな感じですね。私2個ドロップだな、あんまり落ちてないね。とっとと35いって歯をゲットしたいね。これ歯をは、SSS 歯をはワイプアップ、とっとと行った方がいいね、ワイプアップだったら。最近、ああ、ワイポイントしかも中アップだ、超いいじゃん。とっととゲットしよう。今日中にゲットしたいな。はい、じゃあ行きましょう。全然進んでないな、そう思うと。まあ10連ずつでいいですね。超アップの時に回します。楽しみですね。ちょっとレベル上げとかもやりたいんだよね、 ZZ ランクとかのやつのね。さあ、シャーマンキングコラボガシャ、これはまさか。でも金が4つ、コラボってガシャ当たりやすいんでね。まあ今焦んなくても後半ね来るは。でもとっとと35行きたいね、これは。闇キュービー、あ、やったね、いいよ。なるほど、一番無難なやつが出てきた。
さあじゃあラスト、せーの、ぷっ。今回キュービーガシャだったな。まあいいでしょう、序盤はとにかくコツコツやって特攻の時にね、まあ今もいい確率だと思うんだけどね、まあ、もうちょっと鍛えたら頑張りたいと思います。技ゲージ溜まった状態スタートはまあ悪くないんだけどな。こいつは特攻ないのか、決戦の間の敵からダメージダウンか。まあ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 初心者向けなのかな。このマルコもそうだよね。まあちょっとこれはあのシャーマンキングコインから出てきたんで、ちょっとシャーマンキングコインね明日楽しみにしようはい、じゃあ2番目のアカウントいきましょう。なるほど、はい、これ2番目のアカウントで現在ねゲート24、パッチの村はねこれ7まで行ってます。ハオは4までで、カンプはねまだ受け取ってなくて、まあこれはあんま進んでないんで落ちてないかな。助け頑張ってもなんかあ一個あった。これはね確かこれはハオしか落ちなかったな、だから2個かな。一番最初のデフォルトと、うん、2個だね。まあ同じだね、メインと。はい、じゃあ行きましょう。まあ、この友達のミッションもスキルまでいってるかな。漢方2個を交換して。うん、あ、スキルまでいってねえのか。あらあら、お助け足りてないね。はい、じゃあ行きましょう。今回どうなんだろうな、正直。どっか1アカウントだけでもクリアできればいいやと思ってんだけど。必殺の秘伝書が前回のイベントがダメダメだったんで、割とあるはず。これも金か。またなんか阿弥陀なんちゃらが出そうな気がするな。S ランク。A ランク。A ランクガシャ。おイエス、これまた阿弥陀なんちゃら。おおマルコだ。なるほど。これもさっき、これはメインアカでね、シャーマンキングコインをゲットしました。金。おこれも阿弥陀なんちゃらじゃないの。阿弥陀丸。おおなるほどね。超覚醒レーンが飛び出した。これをやめておけと言っても無駄か。まだこの S ランクのレーンをゲットできてないね。レア妖怪今回ね。レーンとホロホロ。ホロホロゲットしないとな、ミッションのために。おう、これ、すべての始まり、覚醒。覚醒、なるだっけ。ジュニア。ミッションでね、ホロホロが、限定ミッションあったよね。10月20日までだからまだ大丈夫か。ホロホロと友達になっとかないとね。ということで、必殺の秘伝書はちょっと溜まったんだよね。前回、このレン、あ、レンやんない方がよかったかな。マルコもったいないからいいや。一応軽く見ると、マルコはさっきね見た決戦の間の特攻ですね。うん。漫画見てねえから何もわかんねえんだな。そしてレンの方はハオの間のダメージダウンということで使えますね。はい。ダメージアップはないのか。まあコラボはね結構いいよね。ダメージダウンじゃしょうがねえな。こいつは不気味か。不気味ってことは今回不気味が使えるんだな。なるほど。
じゃあ不気味でチクチクやっていくって感じかな。はい、いいんじゃない。桃源郷このハオは敵なのか、これ道家なのか道家なのかの思想にとらわれ、砕き壊すしか知らなかったが、ようでいいのかな、ようと出会い人間の温かさを知り、憎しみのない世界を作るためシャーマンキングを目指す。あ、そうなんだ。これなんて読むんだろうね。桃源郷。はい、じゃあ3番目のアカウントいきましょう。なんか話してたらもっと面白いんだろうにね。今回でもレベル上げとかやりたいね。 ZZ ランクのね、ほんとね。もう気まぐれゲートぐらいしか稼げないもんね。しかもワイプアップがね、レベル35でゲットできるからね。はい、じゃあ3番目いきましょう。レベル上げ全部したいな。 ZZZ、 そうだ、この前途切れちゃったんだよね。はい、これ3番目のアカウントで現在12、全然進めないね。パッチが2、ハオが4ですね。で漢方まだ0で、このアカウント漢方最初のデフォルト円が落ちてない気がするな。でも初日でねドロップ逃すとなんかもうほぼ落ちなくねえかっていうね。あ、でも1個落ちてたから2個だ、今回2個だな。あ、3個、デフォルトがあとあるはずだから3個ドロップ、あ、でも2個か、まだみんな2個ドロップですね。はい、でも今回ログインボーナスでもね、おお、ワイポイントが足りねえ、いけるかな。足りないね、ちょっと残念でした。ワイポイント足りなかった。あれ？足りなかったね。フィニッシュ。はい、ということでね、ギリギリ足りないね。ハオの5をね、うまく出てきたんで。お、カンポゲット、いいね。でもハオの5を倒すとね300ポイントもらえるんで、はい、これでガシャ回しましょう。漢方ゲットしましたね。このアカウントだけ3個ですね、ドロップね。まあ2個もらえるけどね。はい、じゃあ行きましょう。このアカウントまだ200回助けてねえな。まあ気まぐれゲートはね、ほんとやればワイポイント貯まるからね。全部のガシャイベントで10連ずつ回せますね。さあラスト頼むぜ。まあでも大体俺ね、この貨車で当たったことないからね、もうほとんどラストチャンスか超アップだもん。でも一応全部金でしたね。で一応必ず誰か出たけどね、これはどうでしょう。まあこんなもんだね。おお、いいね。札の秘伝書が一番いいかもしれない。さあ、じゃあラスト金。うん、まあまあまあ、小太郎かな？いいかな。はい、というわけで今回こんな感じでした。まあ、多分今後ね、いろんな超アップが順番で出てくると思うので、まあ10連ずつね、参加して、やっていこうかなと思います。ZZ の時はね、もうちょっと回したいかな。ZZZ か。の時はね、一応、青特攻が、ようとホロホロか。そしてダメージダウン。両方、うん、だからやっぱこの、あれだね。朝倉よう、バージョン2。そっか、バージョン2は、ワイポイントで交換できるやつか。うん。まあ、とにかく早く35ね、クリアして、ワイポイントアップね、普通の歯を。ゲットしてワイポイント貯めましょうかね。はい、じゃあ今回こんな感じです。やっとガシャ引きましたね。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録お願いします。それではね。
なんかこのバージョンなんちゃらっていうよりもいつものね超覚醒とかつければいいのにな。難しいもんだね。はい、じゃあすいません、またお会いしましょう。さよなら、バイバイ。まあまだいっぱいあるからね、ゆっくり頑張りましょう。